ザイチャンネルをご覧の皆様こんにちは、今日はですねストラットキャスターの、ジャックが緩んだ時の絶対にやってはいけないことと、改善方法を教えします。はい、ではご説明していきたいと思います。まずはジャックが緩むとはどういうことかというと、これですね、このナットが緩んで、ジャックがグラグラになってしまうということです。一度は経験するんじゃないでしょうか。でこれですね、直すのに使うのはドライバーとレンチだけです。これさえあれば直せます。でまず絶対にやってはいけないことっていうのは、このナットを外から回してはいけません。外から回すと中でこのジャックが回って、配線が切れてしまう可能性があります。なので絶対に外から回すのだけはやめましょう。で、直し方ですね、改善方法に関してはまずドライバーでネジを取っちゃいます。で、初心者の子とかはこうやってネジを取って中身を出すのは結構怖いかもしれないんですけど、ジャックに関してはさほど難しくないのでこれでできるんじゃないかと思います。で、中身はこんな感じですね。で、外から回すとこうねじれて配線がプツンって切れちゃうので、これだけは避けましょう。で、あとは外せば簡単ですね。ナットをつけて、で手で回して、手で回し切ったら最後にレンチを使うんですけど、裏をジャックを手で支えます。ジャックを手で支えて動かないようにした上でレンチで、軽くきつく締めすぎてもあれなので、軽くクッと締まるところまで決めてもらえば完成です。で、あとはネジを戻して、これで完成です。はい、ざっくり説明させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。またわからない方はね、お店に来ていただければと思います。この動画良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。またリクエストもお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。